はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。先日お伝えいたしました3部作ですね、基本マザーマスター3部作の今日はハンマリング、プリング、そしてトリルっていう部分についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、前回もねやっててちょっとね自分で反省材料ではあるんですけど、説明がちょっとね下手なんですね、あのいつもながらというのが、なんかですねこういう風にやってるっていうそのきっちりしたマニュアル的なものがあるわけじゃないんですよ。感覚的に弾いちゃってるもんですから、なのでちょっとうまくね言葉に表現できないところが多々あると思うので、それは、まあらかじめご了承いただけると本当に、ありがたく思います。それでは早速やってみましょう。はい、それではですね、ハンマリング、プリング、トリル、まあその辺のピロピロ系ですね、をやってみたいと思います。はい、それではやってみましょう。プリング、ハンマリング、トリルっていうのは、まあ言ってしまえば同じ一つのテクニックかなと思います。そうですね、例えばじゃあハンマリングっていうのは、こう音を鳴らして、普通であればピッキングで、こう弾くのを、一つだけ弾いて、あとは指でパーンって叩くんですね。で、これの反対がプリングです。なのでこれの複合がハンマリング、プリングっていうことですね。ということですね。そうですね。まあコツっていうのは特になく、指をただ上から下にこう、ターン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 と下ろしていくというだけですね。で、これは、まあそれなりの力でもちろんね、その触れるぐらいじゃなりませんけど、一応叩くわけですから、こうターンとパーンパーンパーンとね、ちょっとある程度強めにハンマーする感じで叩いてあげる必要は当然あります。あの弱いとやっぱなりませんからね。でプリングも同じく、指を離すだけじゃダメなので、プリングっていう名の通りちゃんと指を引っ掛けてこうね弾かないといけないですからね。これは最初がもしできないな、苦手だなと思っているのであれば、ちょっと大げさにやってみてください。普通に、こんな感じですかね。ちょっと大げさにやってみてください。で、これね、1弦、2弦、3弦って弦が細いでしょ。だから結構ね、指が引っかかりやすいと思うので、グッてやるのがいいんですけど、で、この6弦とかになると逆にですね、指が、あの弦が太いこともあって、意外と、簡単に音が鳴るんですね。例えば。で、基本、まあ、それだけですね。これね、特に、あのコツはないんですよ。あの強く叩いて強く引っ張るっていうことぐらいで、トリルっていうのもほっといたら音がどんどん小さくなっていきますよね。こうなっちゃいますよね。ノイズゲートに負けて消えちゃいますよね。なのでならないように強く、あのライトハンドの練習をされてはどうですかね。あのこれも同じなのでトリルですからね。という感じでしょうかね。これねコツないですあのないです。じゃあハンマリング、プリング、これどういう時に使うかというところなんですけど、よく私がフレーズの中でこのチララッとこう入れたい時ですよね。例えばこれだって普通に弾けばなわけですよ。で、これをそれだけじゃつまんないから、こうタララタララっていうのをちょっと入れてあげると、
という感じでやってます。で今ついでに思いついたんですが、スライドというやつはこれはよく私やりますよね。こうあれね、ポジション変えるのにいいので私はよくスライドするんですけどね、この辺で引いてて下っていきたい時に結構大変でしょ。なのでそういった時は私よくこうね、スライドを入れたりしますけど、あのスライドは指を押さえっぱなしです。押さえっぱなしで下げていきます。という感じですね。常に指に、指はやっぱりね、そこそこ力を入れた方がいいと思います。ですね、まぁ、ちょっとなかなかこれ動画の説明は難しいところはあるんですけど、これ自体はただの一つのね、表現方法なので、これができたらどうかっていうことはないんですけど、練習方法としては、開放弦を使った、練習がいいんじゃないでしょうか。例えば先ほどもちょっとやりましたけど、こういう感じのフレーズを一生懸命やると指もね、当然疲れますけどね、やってくるとタイミングだったりとか指のいい練習になりますから、これはしっかりね、開放弦を使った練習をするのがいいと思います。よくありますよね、ACDC とかであるじゃないですか。まあこんなやつですかね。ありますよね。こういう感じで一生懸命やってるとね、いいと思います。ファイヤーアフターファイヤーとかもいいんですよ。世紀末の。これね、タイミングなのでね、しっかりこれは、で、ここに指が結構疲れると思います。それだけ指の力を入れないといけないので、これは練習しただけ上手になりますから、しっかり練習してみてください。はい、いかがだったでしょうか。ハンマリングプリングっていうのは、ちょっとね、動画の中ではすいません、言わなかったんですけど、音をね、レガートにするという役割も非常にあります。こう、フルピッキングでね、こらーん、って弾くのはスリリングなんですけど、それを滑らかに、ブルーっとね、上げていくときに、ハンマリングでこう、ブルーってやっていくと、音が、一つ一つ、ピッキングってね、ピッキングの入った弦をこう、ピックした時の、ノイズも当然拾うので、それがそのスリリングな生え弾きというか音になっているんですけど、ハンマリングプリングを使うことでそのピッキングのね、こうカッカッカッという音が入らないですから、それで滑らかな感じになる。よくスティーブ・バイはハンマリングプリング対応してますよね。彼はまあアーミングをすることもあって、ピッキングよりもまあアームバー握ってるのでこうニューニューとかやってますよね。そうするとああいう滑らかなね、大きなフレーズにもなりますし、ハンマリングを使うメリットっていうのはね、指をね、こうね、広げてね、こういろいろできるんですよ。ピッキングでこうやりながらちょっとできないことはないんですけど、イメージとしてやっぱりハンマリングでこうとね、雲のようにね。まあ前回同様うまく説明できなかったところもあるかと思うので、もしご不明な点があれば、またコメント入れていただけたらと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後のですね、3部作目、こちらの動画もよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。